エートハイムはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡ンに属す町村。この町はシュトットガルト大都市圏の周焉部に位置する。コッハー川の端から関を望むエートハイムはハイルブロン郡北部のコッハー川沿いに位置する。エートハイムに隣接する市町村は南から時計回りにネッガーズルム、バートフリードリヒスハル、ノイエンシュタットアムコッハーで、 いずれもハイルブロン軍に属す。エートハイムはバートフリードリヒスハルとオフフェナウと共に行政共同体を形成している。エートハイムはエートハイム地区とデグマルン地区の2つの地区からなる。これらは1971年7月1日合併した。これらには1851年に合併した大農場のビーレンバッハとラウテンバッハ。 および小集落のファルケンシュタインとグロレンホーフが含まれる。エートハイムは1235年にオデヘーンとして文献上で話題となっている。1335年まではバインスベルク家に属したが、その後マインツ選定校に売却された。1484年から1806年まではドイツ騎士団領であったが、騎士団領の売信化により、 ビュルテンベルク王国領となった。1937年にドイツ空軍は村の南に航空基地を設けた。第二次世界大戦の際はこの基地からフランスへの攻撃が行われていた。このため戦争末期には甚大な被害を受け、全土の約半分が犠牲となった。デグマルンは1319年にディーグマリンとして 初めて文献上で研究されている。この村も15世紀にドイツ騎士団領となり、17世紀まで霊園としてベルリヒンゲン家、バインスベルク家、シェーンタール修道院がこの地を治めた。1806年の騎士団領の売信化により、ビュルテンベルク王国領となった。1904年の大化で、村の中心部にあった多くの歴史的家屋が失われた。 1910年にも再び火災が起きて多くの倉庫などが焼け落ちた。1945年4月の第二次大戦末期の戦闘でも村は大きな被害を受けた。1952年と1957年に新しい学校と村役場が建設された。1961年の人口は約520人であった。 1971年7月1日に、デグマルンは、エートハイムと合併した。この地区の2004年7月現在、の人口は約800人である。エートハイムには、カトリックの聖マウリティウス教会と、プロテスタントのバードフリードリヒス・ハルコヒ・エンドルフ、教区に属すキリスト教会がある。デグマルンには、カトリックの聖パンクラティウス教会がある。 エートハイムの議会は19議席からなる。これに議長を務める主張が加わる。ズンガラ、紋章の基部は青字で左向きに横たわる銀の魚。その上は、分割線から赤い服を着て赤い帽子をかぶった人物が描かれており、その両手は黒い矢先を上に向けて矢を握っている。旗は赤から白である。 エートハイムの町役場に飾られた1600年作成の紋章の石板は二つの紋章を示している。それは銀字に両手に矢を持った赤い服の人物と赤字に銀のスキベラである。人物の意味はわかっていない。やがて二つの紋章は紋章基部にスキベラが描かれる形で組み合わされた。1930年からスキベラは月に置き換えられ。 さらに1952年に魚に置き換えられた。魚は、コッハヤ川を示唆するものとして受け入れられた。紋章と、旗は、1953年8月17日に、バーデン・ビュルテンベルク州当局の認可を得て、正式に採用された。エートハイムは、ビュルテンベルクワインのビュルテンベルク・ウンターラント地方、カイベルク大地区に属すワイン町である。 2006年1月29日のエートハイム駅、この3週間後に線路が撤去された。アウトバーンのインターチェンジは、ノイエンシュタット及びネッカーズルムにある。公共の旅客交通機関は、ビュルテンベルク鉄道会社が地域路線バスを運行しており、これはハイルブロンーへ張る近距離交通網に加盟している。最寄りの鉄道駅は、 バートフリードリヒスハルヤクストフェルト駅で、この駅は、フランケン鉄道、ネッカータール鉄道、エルゼンツタール鉄道の乗り継ぎ駅となっている。1907年に開業した運転レコッハータール。鉄道は、この町の町域を通っていたが、1993年に廃止され、鉄道施設も2006年の初めに撤去された。路線後は自転車道に利用されている。エートハイムでのニュースは、 日韓紙ハイレブロナーシュティマの北中部版ナノメートルに掲載されるありがとうございます。